たーい、パート2です。あ、回路地近くない？あ、違うね、こうだね。ひでえ落書きぶり、最下位。あ、売れるわ、売ろう。はい、どうぞ。今売れたぞ、この雑な計算したやつが。計算の後に売れたぞ。売っちゃうよ、そしたら。さあ、次、何のポケモン描こうかな。引き続きポケモンを描いていきます。あ、あれ描こう、あれ。こうして。どうしよう、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 こうかな、こうして、こう、頭の中をイメージして、頭の中で全部固めていって、頭の中のイメージ全部固めていって、固めていっていくよ。うん、こういうのは頭の中の固めが非常に大事。確かね、先っぽ結構とんがってんのよ、これ。こうでいこうかな。急いで書いていこう。あんまり時間がない。あんまり悠長に書いてると怒られる。だって店頭に全くないからな。全然絵が並んでない。そら お客さんもね怒っちゃうよ、これじゃ。なるほど。こうなってんの？こうなってんの？なるほどね。こうか。で、こう。あ、違うな。こうか。こうで。で、赤い目してんだね。んで、こうして、こうして、で、こうするか。あは。売らないって。ちょっと分かって。そろそろ分かって、そいつが非売品じゃないっていう事実に気づいて。これってさ、これって角かなんかあったっけ、こいつって。こっちかな。色違うな。お。なんか顔変じゃない？ちょっと変じゃない？なんならまあこういうの入れてちゃんと外の輪郭をしっかり描いた方がいいような気がしてきた。あー、でも下手いなこれ。確かやっぱあるで、角があります。角がありました。よし、 OK、 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 うん、こんなもんかな。オッケー、いいんじゃないですか。はい、名作岩尾育。ういー、はーい、次回でいこう。ワンリキ加工、この色じゃん、ワンリキ。その色じゃん、ワンに聞いて言ったらね。で、こうしよう。さ、ワンリキ、ワンリキ、そんなにイージーじゃないな、これ。一瞬で絵のイメージを立ち上げて、頭の中で立ち上げて描いていかないと。お、290ドル、もうちょっと跳ねる。いいです。1回の交渉で下げるようなやつは俺は売っていかないぜ。こんな感じでいこうか、ワンリキ。なんか気持ち悪くイメージ、ワンリキ言っちゃってんじゃん。気持ち悪くなるイメージしかないけど。あ、いいじゃない。ウィウィ、うお、高っ。うわ、高すぎる。ちょっと高すぎる。えい、えい。気
キモ。これはキモいね。で、頭がちょっと黄色っぽいやつになって、こう、こう、これキモいな。これキモいな。まあ、腕力っぽさは出てるけど。ぽさは出てるけど。ちょっとあの筋肉欲しい、腕力とはいえ、あでもまあまあ対外腕力じゃないこれ、対外腕力じゃない、はいはい、腕力キー、はい店の絵を描く速度と売り物を並べる速度が合わないね。ああれ描こう、あいつを描こう。ちょっと待って。あー、なんだこれ。いつの間にスプレーが。いつの間にスプレーが。ザー。ザー。これどういう時に使うんだろう、スプレー。使い方わからんな。何気に。何気にわからんぞ。こっちか使って、使ってこう。こっちか使っていこう。で、こっちの淡い色の水色、あちょっと白がやっぱ欲しいな、白が欲しい、白が OK、 何がいいのか分かんねえけど OK。 スプレーの弱点は上からやるともう、ま、ミスが許されんところだな。あー46、安っ、売るわけねえだろそんな値段で。俺の芸術を何だと思ってるんだ、46円では売れないよ。うーん、どういうイメージで言っていこうかな。こうこうこう、でこう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 、こういう感じ。ちょっともうちょっとこっちに、こっちに、こっちに欲しいね。うん、こっちに欲しいね。欲しいでしょう。で、ここがこうでこうだな。で、こうでこうだな。あはん。あはん。いやちゃんとそれっぽくなるかな。なるかな。ちょっとならん気もしてきた。こうして、こうして。押してで、でこうかな。あ、でここもこうか。でこう。でこうこう。こうしてこうか。いいんじゃない、いいんじゃないこれ。はい、トサキント、トサクント、はい、まあ、トサキント感は出てると思う。あ、これ書いてなかった、これ書こう、全然これ書いてなかった、書かなくちゃ。83ドルはちょっと安いな。ビシビシ、こうかな、でこうかな、あ違うな違うな違うな、あこう、まあいいか、まあ、その自由なイメージに任せよう、自分の中の自由なイメージ。オッケー。んーで、んー90ドル、もうちょっと欲しい、もう一声。買い付けるのが非常に難しいお店になってた。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、こう。
ザザザザザンザザザザザザザン。ほほほほほ。こうじゃないな。こうか。こうしてでこれをこうか。ででんでんでんで。でこうかな。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。こうしてこうか。こうこうこう。このここまで書いてたらもう大体あらかとも書く人は分かる人にも分かっちゃうな。ここまで書いてたらもうね。相変わらずうろうれすうれすうろうれせんのうれせんの看板。ちょっとね汚くなっちゃったね。これいらなかったな。いらなかったわ。だいぶ後悔してる。うん、まあいいでしょ。で、こう。で、こうして、ちょっとこう小さくして。小さくしたいけど、これ以上小さくすると、この線がかぶっちゃうんで。ああ、売れない。安い。売れない。その値段じゃ売れない。すまんけど、その値段じゃ売れないわ。で、目を描いて。はあ。うん。ってかな。ほい。なんだっけ、こいつ。シェルダー。売ります。はい。シェルダー。次、淡々と書いていってますね。淡々と書いていって。あ、これ書きたい。書きたいけど書き方は分かんねえ。あんまり詳しい特徴が分からん。こうで、こいつこれがあるんだよ。これが特徴なんだよ。これが、これが。これが特徴なんですよ、こいつ。え、こう、こう。こうか。え、あ、なるほど。ノーミスで書いていくしかない。ノーミスで書いていくしかない。で、難しいな。これは残しながら書きたいかな。これは残しながら書きたい。こうで、で、こうかな。これを残しながら書きたい。この白を残しながら描きたい。キャンパスの白を残しながら。で、この色がないからな。こうかな。この辺全然注目してないね。何が起こってるか分かってない。これが特徴のポケモンです。これが特徴のポケモンです。どうなってんだろう。こうか。こう、こういう感じか。こう。まあ全体的には赤でいいかな。赤でそう。全体的には赤で。全体的には赤で。ウィビー。口がちょっと口の形は気に食わないな。やっぱ赤にしようかな。まあこういう黒のね、黒がね、どう生きてくるのか分からないけど。で、白い、あ、売れる、263、たっけ、あ、安っ、やめて、やめて、たっかって言った、安っって言った、これはちょっと、ちょっとでかすぎたな。で、こう、
あ、違う違う、こっち、こっちでやった。で、こっちのヒデがあるな。で、こう書いて。で、最後に、あ、まだまだまだ、こっちのヒデもあるな。あ、これ下手くそだな。やり直せんからもうやり直さんけど。よくわかんないわ。あ、もうアズモンって言っちゃった。はい、アズモンです。アズモン、土地アズマ、土地アズマを。こうしてみるとこれ腕力見てねえな、だるい。次行こう。あ、これ書いてないですね、これ書いてないですね。ホワイトが、あ、売れる。4、やった、安いな。ロちょっと高かったかな。でんでてん、ちょっと薄い、薄い色が欲しいんだよな。薄い、薄い水色が欲しい。でもない、でもない。どうなってんだろう、裏側。いや、裏側っていうレベルじゃないわ。こうか、ちゃんとある、ちゃんとある。これ売れるね。お、高っ。あー、お、いいね。黒、多分こういう感じ、こういう感じ、こういう感じの、こういう感じのやと思うから。あ、まあいい感じじゃないこれ。これでいこう、このままいこう、このままいこう、このままいこう、臆せずいこう。あ、淡々とこのゲームやってるけど楽しんでるな。淡々と簡単でやってる。視聴者は置いてけぼりかもしれない。書くの楽しい、書くの楽しい、わー、書くの楽しい。はい、カニ、カニとクラブとキャンサーの違いって何なんだろうね。カニもクラブだけど、カニもキャンサー、英語で二通り言い比べあるけどさ、違い何なんだろうなーって。アザラシの主食、主食、主食、粗食。あー、高いね。もう一声、もう一声、やめとこう、売れない。そんなにこのカニは安くないぜ。ちょっと失敗したかな、このイメージの時点で失敗したかなって思って。バッバッ、カニの、あ、言っちゃった、言っちゃった。カニのとか言っちゃいかん。あ、安い、それは売れ、それは売れない、その段じゃ売ってやれない。やめとこう、カニのって言っちゃったから、これも別のやつでしょ。む
難しいのがもう一匹おる。多分これ書けんよ、うまく。でも書いてみる。でも書いてみる。で、で、こう、こう、こうかな。こう、こう、みたいな。まあ、イメージに、イメージに。自分の中のイメージで書いてみるか。書けたら書けるけど、書ける、書けるかな。こうで、こうで、ちゃっちゃっちゃっちゃ、こうかな。あは。高いね。その値段は満足な値段です。捉えてるから。こうしてみると鳥ポケモンほとんどいねえな、初代から。初代から第一世代、あ、一匹いるわ。一匹いるけど、これは描きにくいぞ。ピンクは嫌いなんだ。そっか。そっか。そっか。屈指の描きにくいわこいつ。どうしよう。どうしよう。どうしよう、書きにくい。こう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 。こう。こう。いや、どうかな。よし、高っ。もうええ加減じいさんもそろそろその絵買わせてくれてじいって言うな。だがその絵は売り物じゃないんだ。すまないが、その絵は売り物じゃないんだ。としてはこんな感じって書けて、書けていってはいるけど、実態よく分かってないんだよな。こんな感じだっけ。ちょっと太い。
おう。うん、まあいいんじゃないか。これぐらいまでか。ほい、どうでしょう。これはもう完全にあれですよ。これはもう完全に見たらわかる。カモネギ、これ多分ね、初代から第一世、初代から新しいソードシールド、ソードシールドに移動し生き残った唯一の鳥ポケモンですね。へえ、素敵じゃないの。高っ、うん、高っ、じいさん売るわ。その値で買う、その値で売る、その値で売る。あ、売る売る。うわ、売り損ねるとこだった。なんかいまいちだな。これはいまいち、木をてらいすぎていまいちになってる。わかる、木をてらいすぎていまいちになってる。客もちょっとはぁって思える。客がわかってる。ちょっとわからんな、これっぽさを出すのがどうすればいいかようわからん。もうちょっと頭があれかな。うん、まあいいや。はい、へっへっ。 BGM なくなったんだけど、なんで。え、誰こいつ、怖っ。なんすか、スペシャルな評論家。なるほど。何これ、お、ザ・デイリー。売るよこれ。仮面の裏、ロコン、パスパルトゥー作。お、私がパスパルトゥーについて聞いたのはつい最近のことでした。風変わりな若いアーティストで静止感に情熱を注いでいました。私は犯罪に巻き込まれた路地を歩き回って、私は不健全な形の風を抱きました。テーブルの上の作品を魅了される前に、遠目にもその職人技に目打たれました。胸打たれましたかな。私が作品に近づき始めると、私の心は徐々に興奮、そしてもっと近づくにつれ恐怖の感覚に駆られました。 この絵でより詳細な検証の結果、興味深いアラバスターと対照的なチェリーは私の祖父がよく作ってくれたラタティウイ、トゥイを思い出させてくれました。使用されていたレッドは工具に対して強い怒りを表現してくれています。赤、概してロコンは素晴らしい努力の賜物です。パスパル2は大きな可能性を秘めています。私は皆さんに近い将来パスパル2の展示会に訪れることをお勧めします。評論家、技術を習得。てれん、ということでここまでをパート2とします。ほなまた。